かちゃん、ゆなちゃん、TV。本日は Amazon で、ベストセラー1位に輝いております。ドライブレコーダーの方を購入いたしましたので、開封レビューをしたいと思います。こちらです。さあ、早速開けていきたいと思います。爪の摩擦で やっと開いたはい、こうやって開けますね。お、これはなんだ、コード類、うわー、いっぱいある、めんどくさそう。いや、さ、これはカメラ、バックカメラですね。これがシガーソケットですね。これ電源ですね。これ、あ、これが USB、 何か吸盤。これは前面のガラスのところにこの本体を取り付けるアダプターでしょうか。これも2つ入ってますね。これは32GB の SD カードが。すぐ使えるそうですね。本体になりますね。こちらが本体になります。もう一見デジタルカメラみたいな昔の。うわー、すごいですねこれ。あの夜間、おそらくなんかの光線が出て、あの映像撮れるっていう、そういうものでしょう。すごい値段の割にはしっかりした作りというか高級感があるし、日本のものと、まあ、耐久性に限っては使っていかないことにはなかなかわからないと思うんですけれども、説明書を読んで、ちょっと理解したので解説を少ししたいかなと思います。まずはこちらですね。 SD カード入れるところですね。これはまあ付属しているこの SD カードをカチッと言うまで差し込むタイプみたいですね。あとは、先ほどちょっと説明しましたこのバックモニターですね。後ろのカメラ、こちらの方は、こちらと本体をつないで後ろが見えるところに、まあ、ネジもしくは両面テープ、付属している両面テープの方で取り付けるタイプみたいです。この赤い線に関しては、バックランプ、後ろに下がるときにつく白い、ランプですね。あちらの方のプラス極とこちらをつなぐことによって、バックに入れたときに自動的にモニターが後ろを映し出すという仕組みになってますんで、つないだ方がより安全に後ろを確認できるかなと思います。まあつながなくても後ろのモニターは記録してるみたいなんですけど、まあ、できればつなぐことをおすすめします。こちらの方はまあシガーソケットですね。この方に差し込んでもらって、この電源を、こちらの方に差し込んで供給、電源供給する。まあ僕の経験上ここが一番その機械の故障が多いところなんで、まあこう差し込んだ後にここにテンションがかからないような取り回しをしてもらったら、こちらの機械長く持つんじゃないかなと思います。それではこれを取り付けたいと思います。それではまずこの SD カードをフォーマットしてくださいというふうに書いてたんで、ログッと押し込む、あ、カチッって入っていきましたね。そしたらこれおそらくタッチパネルになってるのかな、このメモみたいなボタンを押して押す、押す、あら、剥がさんといたのかな、剥がしまーす。なら、あ、ここだ。ここのボタンを押して、カードフォーマット。見えにくいな、これ。カードフォーマットの方で、までやってもらった方ですね。で、ここ下を押して、あとここの OK ですね。OK を押すと、されたのかな、されたかどうか教えてくれ。一回しましょうかね。ちょっと念のために。2ページ目にやりつつ、カードフォーマットで OK を押して、
フォーマットされたメモリー全てのデータが削除されます。下を押してここで OK 押せばお待ちください。日本のやっぱメーカーと違ってちょっと親切ではないですね。なったかどうか不安ですね。日本人は不安です。不安なんです。ちゃんとなりましたっていうアナウンスが欲しいですね。日本語も片言ですね。キャンセルされた確認。周波数、周波数がわからん。これはわからん。俺にはわからん。俺にはわからん領域や。電子音オープンってオンのことか。オープンはオンっていうイコールオンです。駐車監視、駐車監視、オープンイコールオン、オープンイコールオンです。はい、時刻、これも合わせとかんと事故の時に証拠になりませんね。 OK です。そしたらこれ押したらいいのかな。オートパワーオフ、オートパワーオフ、オートパワーオフ、オートパワーオフ。オートでパワーオフしちゃったらこれ撮影できないっていうことかな。はい、一応取り付けが終わりまして、一度動作確認も終わりましたけれども、取り付け自体は簡単でした。しかし後ろのカメラの取り付けをちょっとなかなか、うまくいかずにいろいろ調べてたんですけど、ネットで調べたら他の方が付属の吸盤を用いて、ネジ止めで今写真出してますけれども、このような感じで止めてる方がいらっしゃったんで真似させてもらいました。結果、簡単にこれもまた取り付けることができたんで、成功かなと思います。